図書館、6月のお話し会、絵本や紙芝居の読み聞かせなどの日程をお知らせします。調律図書館絵本コーナー、絵本や紙芝居の読み聞かせなど、小さい子向け0歳から5歳、6月9日水曜10時30分から、エプロンさんのお話し会、0歳から5歳、6月15日火曜10時から、大きい子向け5歳から小学生、6月はお休みします。時川公民館1階視聴覚室、6月12日土曜14時30分から15時30分、紙芝居、おたまじゃくしの101ちゃん、絵本、カレーの王様、作って遊ぼう、お楽しみ。なお、新型コロナウイルス感染症の状況により、変更または中止になる場合があります。図書館だより、図書館の担当者がセレクトした、おすすめの本をご紹介。SDGs って何だろう？最近テレビや本で見たり聞いたりする SDGs、 持続可能な開発目標って何だろう？すごく簡単に言うと、世界をもっとハッピーにするために世界が合意した2030年までの国際目標です。SDGs では世界をより良くするために17の目標と169のターゲット、具体目標が示されています。豊かな未来のために一人一人が取り組めることは何か、みんなで SDGs について考えてみましょう。SDGs とは何か。安藤健著、三和書籍、世界を変える SDGs、 小林誠監修、あかね書房、図解ポケット、 SDGs がよくわかる本、松原京志郎著、秀和システム。新着図書、新しく図書館に入った資料の一部を紹介します。子どもの本、毎日がつまらない君へ、佐藤圭、東洋館出版社。世界一トホホな算数辞典、細水康弘、生頭社。地球温暖化を解決したい、小西雅子、岩波書店。タンポポライオンの夢、田中陽子、科学同人。むしゃむしゃ食べたら美味しいぞ、宮西達也、鈴木出版。一般書、難しい本をどう読むか、斉藤隆、創始者。旅客機から見る世界の名産、須藤茂、イカロス出版。森永卓郎のマイクロ農業のすすめ、森永卓郎、農産漁村文化協会。キネマの神様、原田マハ、文芸春秋。白鳥とコウモリ、東野圭吾、幻冬舎。6月の図書館カレンダー。図書館、図書室の休館日、毎週月曜。図書館休館日、1日、30日。調律図書館、開館時間、火曜から日曜、9時から17時。貸し出し、冊数、期間、1人、図書、雑誌を10冊、紙芝居を5点、ビデオ、DVD を2点まで15日間借りられます。公民館図書室、開館時間、火曜から日曜、9時から17時、貸し出し、冊数、期間、1人、図書、雑誌、紙芝居、CD1 枚までをまとめて5冊まで15日間借りられます。図書館、図書室が閉まっているときは、ブックポストをご利用ください。ビデオ、DVD、CD、紙芝居は壊れやすいので、
カウンターへ返却をお願いします。情報のページ、シルバー人材センター会員募集、問い合わせ、時川町シルバー人材センター、電話 66-0220、東松山特別支援学校、教育相談のお知らせ、小学部、中学部、高等部の授業見学、及び教育相談を行います。本校のホームページもご参照ください。相談日時、月曜から金曜、9時から16時30分。対象、保護者、学校関係者、幼稚園、保育園関係者など。申し込み、問い合わせ、担当者までお電話でご連絡ください。担当、教頭、太田、コーディネーター、片山、長浜、電話 24-2611。 埼玉県平和資料館、長女が読む現代詩人吉野博士と朗読に寄り添うギター伴奏。詩人吉野の戦後50年にわたる詩の中から代表作をギターの音色に合わせて朗読する会。入場料無料、定員先着80名。日時6月27日日曜14時から16時。場所埼玉県平和資料館講堂。ピースコンサート青春バンドチェルシー。埼玉県出身のアーティストによる懐かしの歌謡曲の演奏。入場料無料。定員先着80名。日時7月4日日曜14時から16時、場所、埼玉県平和資料館講堂。問い合わせ、埼玉県平和資料館、電話 35-4111。 2021年度第2次求人・企業合同面接会、県内の企業多数参加予定です。採用担当者と直接話してみましょう。問い合わせ、埼玉県雇用対策協議会、電話 048-647-8145。 国営武蔵丘陵森林公園、見頃のお花ご案内。梅雨の季節は味のある草花が見頃に。梅雨時の花といえばアジサイ。彫刻広場では様々な彫刻作品に寄り添うアジサイたちという独特な風景をお楽しみいただけます。渓流広場では流れ沿いに広がるアジサイが、植物園展示棟周辺では白いアナベルが見ごろに、神秘的な銀鎧草は半透明な姿がキノコのようですが、葉緑素のない不正植物で花も咲かせます。アザミクボ沼や泥沼で小さな百輪ほどが見られます。開園時間9時30分から17時。入園料、高校生以上450円、65歳以上210円、中学生以下無料。駐車料金、別途、普通車1日650円。問い合わせ、国営武蔵丘陵森林公園管理センター、電話 57-2111。 2021年度税務職員採用試験、税務署や国税局で税のスペシャリストとして勤務する税務職員、国家公務員を募集します。問い合わせ、関東信越国税局人事第2課試験係、電話 048-600-3111、 内線2097。障害をお持ちの方対象の障害年金講演会、個別相談会、講演会、身体・精神に
障害をお持ちの方やそのご家族及び障害に関心のある方を対象に講演会を実施します。会場に直接お越しください。参加費無料です。日時6月20日日曜13時30分から14時20分。場所、鳩山コミュニティセンター302会議室。講師、社会保険労務士、年金サポート会会員。相談会、当日参加可能です。ただし、事前にお申し込みいただいた方を優先します。参加費無料です。日時6月20日日曜14時30分から15時30分。場所、鳩山コミュニティセンター302会議室。相談員、社会保険労務士、年金サポート会会員。申し込み、問い合わせ、渡部。電話、04-2949-1507。第44回埼玉土建住宅デー。当日の会場では、住宅無料相談、包丁研ぎなどを行います。新築からリフォーム、小さな工事でも家のことなら、地元の建築プロが親切、丁寧に相談を受けたまわります。安心してお任せください。また、オンラインでも住宅相談、技能アピールを行っています。日時、6月13日日曜、10時から12時、受付11時30分まで。場所、埼玉土建、比企西部支部事務所、時川町多摩川 923-4。問い合わせ、埼玉土建、比企西部支部、電話 66-1120。労働保険料並びに一般拠出金の申告・納付について。令和2年度の労働保険、内訳労災保険、雇用保険の年度更新及び赤面健康被害救済法の一般拠出金の申告・納付は6月1日から7月12日までです。申告書・納付書は5月末に発送予定です。期間中、お早めの手続きをお願いします。問い合わせ、コールセンター、0800-555-6780、埼玉労働局労働保険徴収課、または048-600-6203。労働保険の年度更新とは、労働保険料は年に一度、その年度の見込み賃金等をもとに、雇用保険料と労災保険料を算定、申告し、会社がまとめて前払いします。これと同時に、昨年度に支払いをした賃金等を申告し、保険料を確定させ、過不足の調整をします。これを労働保険の年度更新と言います。手続きや事務処理などでお困りの方は、厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合、時川町商工会に事務委託をすることができます。事務組合は、事業者が行わなければならない事務手続きを事業主に代わり処理する団体です。事務を委託すると次のような利点があります。1、事務処理が軽減できます。2、労働保険料を年3回に分割納付ができます。3、事業主や家族従事者が労災保険へ特別加入ができます。お問い合わせは労働保険事務組合時川町商工会にお尋ねください。問い合わせ労働保険事務組合時川町商工会、電話 65-0170、担当柴崎荻野。新型コロナウイルスに関連する支援内容。住民の方への支援、
新生活応援商品券の配布。町では4月1日現在、23歳以下の方に1人当たり1万5千円、24歳以上の方に1万円の新生活商品券を送付しています。詳細は町ホームページをご覧ください。問い合わせ、観光推進室、電話 65-1584。差し入れパックお届けします。町では新型コロナウイルス感染症により自宅療養や自宅待機をされている方を対象に町から食料品や衛生用品などを詰め合わせた差し入れパックを無料でお届けします。問い合わせ総務課電話 65-0401。 ワクチン接種券の送付。町では65歳以上の方へ新型コロナウイルスワクチン接種券を5月上旬に郵送しました。ワクチン接種は5月下旬より医療機関で、6月11日より集団にて開始します。ワクチンは安定的に入荷しており、希望する方は接種を受けられます。問い合わせ保健センター電話 65-1010。地方税の猶予。徴税を納付することが困難な場合に、税務課に申請することで、猶予措置が受けられる場合があります。問い合わせ、税務課、徴収担当、電話 65-0811。浄化槽使用料の猶予。新型コロナウイルス感染症の影響で、一時的に納付困難となった方からの相談により、町が認める場合、浄化槽使用料の支払いを猶予します。問い合わせ、建設環境課環境担当、電話 65-0814。 水道料金の猶予。新型コロナウイルス感染症の影響で、一時的に納付困難となった方からの相談により、町が認める場合、水道料金の支払いを猶予します。問い合わせ、水道課、電話 65-1555。 休業者、失業者へ貸し付け。新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で生活資金にお困りの方へ貸し付けを実施しています。問い合わせ、社会福祉協議会、電話 65-1536。 事業者の方への支援。新型コロナウイルス感染症の影響により受けることができる支援制度のまとめ、町ホームページを参照してください。感染症対策の経費の一部を補助。町では感染症対策を講じる町内の中小企業および個人事業主の皆様に対し、感染症対策でかかった経費の一部を5万円を上限に補助しています。詳細は町ホームページをご覧ください。問い合わせ産業観光課、電話 65-1532。 埼玉県感染防止対策協力会。新型コロナウイルス感染症対応休業支援金給付金。地方税の猶予。資金繰り支援、融資制度、信用保証、セーフティーネット貸付、マルケイ融資。社会福祉施設への融資。時間外労働等改善助成金。テレワーク新規導入の助成金。特別休暇の規定整備の助成金。小学校休業等対応助成金、支援金。役場では職員と来庁舎の感染拡大防止のため、庁舎の入り口でサーマルカメラによる体温測定を実施していますので、ご理解ご協力をお願いします。回覧板エチケット。見る前、回す前に必ず手洗い、
手の消毒をお願いします。ここまでの担当は川端でした。食は体を作る。城西大学通信。第18回、食事でストレスから体を守ろう。城西大学薬学研究科。医療栄養学専攻。修士2年。手塚優也。皆さんは、ストレス状態に栄養素や食習慣が関係することを知っていますか？これからの季節、雨や湿気によって気分が落ち込んでしまうこともあります。また、過度なストレスが肥満や痩せの原因にもなります。そこで、ストレスから体を守る食習慣として、次の4つを紹介します。味が濃いもの、お菓子などは控えめに。ストレスがたまると、漬物などのしょっぱいものや辛いもの、お菓子などを欲しがち。これは偏食を招き、食べ過ぎると胃や腸にも負荷がかかるため控えめに。お菓子には油が意外と多いです。2. フルーツと牛乳、乳製品を取り入れる。ストレスで消耗されるタンパク質、ビタミン C などの補給には、フルーツと牛乳や乳製品の組み合わせがベスト。カルシウムも取れます。3. 抗酸化作用のある野菜を積極的に摂取。ストレスから体を守る抗酸化ビタミン A、C、E を多く含む緑黄色野菜を積極的に取り入れ、体内にできた活性酸素の除去に役立てて。4. 家族や仲間、友人との時間を楽しむ。ウィズコロナ。ストレスの解消には、食事をリラックスして楽しむ環境も必要。そこで予防を徹底した上で、飲食やテイクアウトを活用し、家族や仲間、友人と食事をしてリフレッシュ。食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。ストレスに負けない体づくりのために、普段の食習慣を見直してみましょう。問い合わせ、保健センター、電話 65-1010。歴史に立ち寄る、ナンバー10。渋沢栄一と時川町。渋沢栄一は埼玉県出身の山陰人の一人です。栄一は現在の深谷市に生まれ、幕末にヨーロッパに渡り、今の資本主義の仕組みを学び、明治、大正、昭和の初めにかけて活躍した人物です。また現在 NHK の大河ドラマ、青天を衝けの主人公でもあり、新一万円札肖像画にも予定されています。栄一の妻である千代は、後に富岡製糸場の初代工場長になる小高惇忠の妹ですが、この惇忠と共に行動したのが、大野村、現在の時川町、大和田大野出身の柴崎角次郎という人物です。角次郎は、後、渋沢家の一族となり、渋沢栄一の秘書となります。なお、角次郎が後に、日銀総裁、そして大蔵大臣になった渋沢敬三を抱いた写真が、渋沢資料館に所蔵されています。柴崎角次郎が、小高惇忠や渋沢栄一との関係がはっきりするのは、幕末に起きた飯能戦争の時からです。新武軍を結成した小高惇忠が追討軍に敗れ、敗走した時に惇忠たちを大野村に潜ませ、その後、伊香保温泉、そして実家のある深谷まで道案内をしながら行動を共にしました。敗戦の後、角次郎は大野村に帰らず、渋沢家を頼って生活をし、
渋沢家の一族として迎え入れられ、米をつき、薪を割るなど、生活全般の仕事を細やかに務めました。また、角次郎は、渋沢栄一が外遊の時は、大番頭として留守宅を任されました。明治6年、1873年には、渋沢栄一の指示で、飯能戦争で自陣した渋沢平九郎、惇忠及び千代の弟の遺骸を収容し、東京の谷中にある渋沢家の墓地に改装しました。この改装した時の遺骸の受け取りの所管が、田中村、現在の時川町、大和田中の市川十平宛に残されています。明治7年、1874年には、平九郎の遺骸を埋葬した大瀬町の前頭院に墓石を建てるなど、渋沢家のために力を尽くしました。文、大野地内の岩田康次さん。渋沢敬三を抱く柴崎角次郎の写真が掲載されています。問い合わせ、生涯学習課、電話 65-2656。防災無線、何を言っているのか聞こえなかった。そんな時には電話で防災無線を聞ける。防災行政無線、テレフォンサービスがあるじゃないか。1、無線聞こえない。2、電話しよう。3、なるほど。電話 080-0800-8432、無料です。防災情報等、メール配信サービスもあります。問い合わせ、総務課、電話 65-0401。常民文芸短歌。給油と米寿を祝う旅の宿。北に登れば、乳母桜咲く。給油と米寿を祝う旅の宿。北に登れば、乳母桜咲く。玉川加藤よし。コロナ禍に明治桜は咲いて散る。人影まばら葉桜の土手。コロナ禍に明治桜は咲いて散る。人影まばら葉桜の土手。田黒塩崎より子。雨雲の紫陽花の道傘が咲き。色とりどりの峠高かな。雨雲の紫陽花の道傘が咲き。色とりどりの峠高かな。田黒土屋新一。春の庭、紫ツツジ眺めれば、コロナを忘れ朝のひととき。春の庭、紫ツツジ眺めれば、コロナを忘れ朝のひととき。本を、大島鶴子。笑うこと、見守る人の眼差しと、支える右手、皆優しくて。笑うこと、見守る人の眼差しと、支える右手、皆優しくて。別所、朝倉秀子。国産木の葉の一周さえ嬉しかり。まだ収穫のあると思えば、国産木の葉の一周さえ嬉しかり、まだ収穫のあると思えば、西平荒井御苑。墓石にあなたの笑顔が道しるべ、酒とおさごとあざみを母と。墓石にあなたの笑顔が道しるべ、酒とおさごとあざみを母と、西平荒井恵子。秋の夕、多く雨降りその後で、二本の大き、虹入れ見事。秋の夕、多く雨降りその後で、二本の大き、虹入れ見事。西平家俊へ。こんにちは、言葉交わして走り出す。児童の背中のランドセル踊る。こんにちは、言葉交わして走り出す。
児童の背名のランドセル踊る。西平小池清子。こんなにも穏やかな日の来るなんて、妻が倒れて七とせすぎぬ。こんなにも穏やかな日の来るなんて、妻が倒れて七とせすぎぬ。雲河原池上雅子。8月号掲載の短歌作品を募集します。はがきまたは電子メールに作品一点、未発表を楷書で記入し、6月30日までに投稿してください。締め切り日の消印有効。また、漢字にはすべてルビを明記してください。電子メールでの投稿は、件名を町民文芸としてください。対象は、町内在住の方のみです。ペンネームや画号を使用の方は本名も必ず記入してください。編集後期。今月号はワンデーウォーク。ゴールデンウィーク2日目に開催されたこの大会に撮影のため一部同行しました。コースは山を登ったり降りたりするボリュームたっぷりの歩き応えのある道中。怠惰な体を持て余していた私は、少しの酸化であるにもかかわらず筋肉痛。このマッスルペインが見事にゴールデンウィークをまたぐことになったため、記念すべきゴールデンマッスルペインとなりました。小坂。人口と世帯、5月1日現在、総人口18,41人、前月比マイナス33人。4月の動き、出生3人、死亡19人、転入等27人、転出等44人、男5518人、マイナス17人、女5323人、マイナス16人、世帯数4740世帯、マイナス13世帯、防災行政無線、テレフォンサービス無料。電話 080-0800-8432。広報時川第183号。令和3年5月28日発行。編集発行、時川町総務課。郵便番号 355-0395。時川町大和田玉川2490番地。電話代表 65-1521、 ファックス 65-3631。 ここまでの担当は八木原でした。以上で広報時川6月号の朗読を終わります。朗読完成。2021年6月2日。この後には何も録音してありません。